皆さん、このスペシャルは知っていますか？チェイスボムラッシュ。そもそもチェイスボムを知らない人って結構いると思うんですよ。特に、今はカーリングボムになってしまったんですけど、昔は、これね、あ、当たってる、ちょっと待って、今なし。この線はちょっと気にしないで。で、このね、まあ、イカのバルーンに狙って当てると、一発で倒せるし、しかも今200ダメージ出たんですよ。なので、ガチホコに打っても、強かったの。で、このカーリングボム強かったんです、本当に。100ダメージ余裕で越すから。イカちゃんなんて100で死ぬのにさ、200いくんよ。で、これのね、スペシャルが、カーリングボムラッシュって言って、ちょっと待ってて。今、貯めるからスペシャル。いきます。はぁ。このね、連射によって、押しまくることによって、しかもね、カーリングボムって曲がるんだよ。勝手にね、ロックオンしてくれて曲がるの。確かね、長押しするとね、ロックオンしてくれるんですよ、こうやって。これ狙っていける。はい。で、このスペシャルなんですけど、絶対みんな知らないと思ったので、僕が今日、スプラ1に復帰して、チェイスボムラッシュを、みんなに見せていきたいと思います。はい、マッチングしました。塩の目油田。ということで、例のカーリングボムラッシュを見せつけていきたいと思うんですけども、溜まるかな？うわ、チャージャーとかな、上にいるし、高台の上にいるからな。もしかしたら、このチェイスボムっていうのが、当たらない可能性もある。いや、俺、至近距離で撃つわ。めっちゃ近くから、めちゃくちゃ相手の至近距離から、カーボンを振った方が早いと思うんだけど、俺はこの、カーリングボムで行く。あ、なんかいる。危ない。うわー！ OK、もうちょい溜まるぞ。さっきちょっと、キャーせっかく溜まったのに。うわー、スーパーショットはちょっとね、気をつけて。待っとこう。うわ、適当に撃ってやがる、あいつ。いけ。あ、来た、カーリングボムラッシュ。あ、カーリングボール倒しちゃった。ダーこれ、撃ってる時に止まるからさ。やられた。はい、抜着しました。ショッツル鉱山です。このステージは、潮の目油田より、平坦となってるので、もしかしたらカーリングボムラッシュがめちゃくちゃ刺さるかもしれません。行きましょう。まずアンドル。最初ちょっと溜めていいかな。てか狭いな。狭く感じるわ。スプラトゥーン2と比べるとやっぱり狭い。あ、いますね。なんかちょっと、そこにカーボンローラーが。しかもクイボの方だ。あれは俺のこと待ってるのかな。ちょっと近づくわ。あー！よいしょ！よいしょ。危ない。ギリギリ届いた。これ、縦振りないからな。動かすの難しい。おし、カーリングボムが溜まっていく。お！そのラッシュには俺のカーリングボムラッシュで。ほら、くらえ！よし！なんかボムラッシュでもいい気がしてきた。やれちゃった。あ、ナイス。これはチャージャーのセンサーかな？弁当？あれ、武器なんだって。これ届かしてあげて。よいしょ。よし。ここ一回塗り替えそう。また俺のカーリングボムラッシュの餌とする。うわぁ、めっちゃ狙われてる。サニーめっちゃ狙われてるな。あれ倒していくか。ボムラッシュ来ると思うんだ。ほら、くれ。おりゃー！強い！あー、でも相手チェンジだ。でも相手オールダウンだ。よし。イカ42歳を倒した。42歳。あ、俺多分42歳になってもこのゲームやってそうだな、いつか。まあみんなやってたらなんだけどね。一人でやるゲームじゃないからね。くれ。あ、みんなこっち来ちゃったら。やばくない？こっち側。あ、チャージャーいるから逃げてきたのか。これは仕方ない。よいしょ。倒したら、治って。あああいやー、あれだけでチェイスボムの強さ伝わったかっていうと、ちょっとわかんないじゃないですか。なので今から僕が身をもって、チェイスボム始まっていきたいと思います。来たぞ。これ、曲がってくんのこれ。危ねえ。危ねえ。でも避けれる。あ、避けれた。でも、危ねえな。ちょっと今度近くで避けてみるわ。
危ない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 危